ヤエスブックセンターフィナーレイベント出演予定、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは、プロの小説家になるために必要なスキルの優先順位。まあ今日はあ、そのテーマ通りです。えーとうん、チャット GPT 君に、えー ちょっと考えを整理してもらって、そんな話をしていきます。えー、プロの作家になるために必要なスキルはどんなものがあるのかっていうふうにチャトティット GPT クに聞いてみたらあ、こんな具合に整理をしてくれました。えー、優れ、1、優れた文章力。2、読書と研究の習慣。3、想像力。4、編集力。5、プロジェクト管理能力。6、ソーシャルスキル。 1. えっと1優れた文章力。小説家は魅力的なプロットやキャラクターを持つストーリーを作り出すために優れた文章力が必要です。文章の構成や表現力、文法など正確で魅力的な文章を書くことができることが必要です。2. 読書と研究の習慣。プロの小説家には常に読書と研究をする習慣が必要です。 他の作家の作品を読んだり、文学に関する書物を読んだり、自分の作品に必要な情報を収集したりすることが重要です。5. 想像力。小説は想像力、うクリエイティブうやあ想像力、イマジネーションを使って作り上げるものです。小説家には豊かな想像力が必要です。4. 編集力。 小説を書くにあたって何度も編集し修正する必要があります。プロの編集、小説家には自分の文章を批判的に見る力や文章を編集する力が必要です。5、プロジェクト管理能力。小説は長いプロジェクトであり、その過程で多くのことを管理する必要があります。スケジュール管理、レッドラインの設定、編集や構成の管理などが必要です。 6. ソーシャルスキル。小説家には自分の作品を売り込むためのソーシャルスキルが必要です。編集者や出版社との良好な関係を築くことができる能力や読者との関係を築くための能力が必要です。これらのスキルを磨くために小説を書くだけでなく書籍や文学に関する講座やワークショップに参加することも役立ちます。また他の作家や 編集者との交流を持つことも、プロの作小説家になるためには重要です。<noise> ええと、うん、まあ、ああの、チャット GPT 君について、話し、した話については、まあ、若干異論があるかな、まあ、あゃろ色があることと、えっと、この優先順位は、あー 僕が実際に自分とこの小説講座をやってみて、えー、痛感していることと優先順位が若干違います。えっ、ー、と、うん、そうね、新人賞を受賞して、えー、プロになるっていう場合には、この順番ではなく、一番重要なのがプロジェクト管理能力。 その次に必要なのがソーシャルスキル。えー、そして、えー、三つ目に、えー、三つ目に読者とお研究の習慣だね、えー。四つ目に優れた文章力。文章力に関して言うと、優れたっていうほどの文章力は、えー、っと、新人賞の応募の段階ではそこまでの必要ないですね。えー、むしろ、 その、まあ、この優れた文章力っていうのは非常にその抽象的だからね。とりあえず、書かれた作品の、今自分の作品の中で書いているところが、えっ、ー、と、小説のは主に、ええー、セリフと字の文からできている。 んで、セリフはまあ見て議論の余地はないんだけれど、字の文でもその中、字の文っていうのはシーンということと、それから、あ状況説明、えー、設定説明の部分と二つに分かれます。んで、このシーンというものの、その概念が分からない人っていうのは、まあ、結構な割合でいる。結構な割合でいる。 でこうあなたが今手元にある小説を読んでここがシーンなのかそれとも設定事件設定事項つまり登場人物の心理の説明だとか心の中の説明だとか、えー、心の中の説明なのかその場所の場の説明なのかっていうことがそこら辺がちゃんと切り分けられるかっていうことが重要です。よく描写と その説明っていう言い方をする人が時々いるんだけれど、えー、と、デビュー前の新人に関して言うと、まあ予選通ったことがないよっていう人に関して言うと、まずそのシーンというものが書け,けるかどうかっていうことが、まずその優れたのどうのこうのっていうよりも、まずそこの基本的なところができ 次、えっ、ー、と、そうそう、5番目、想像力。小説は、あ想像力、これ、イマジネーションだけど、小説はあ、クリエイティビティやイマジネーションを作って繰り上げるもので、うん小説家には豊かな想像力が必要です。これ <coughs>、必要なんだけど、えー、まず、えー、イマジネーションを作るために、前には、まず、やっぱり、その、 想像と言っても、イマジネーションと言えどもゼロから生まれないので、えー、勉強必要だよっていうことはあります。んで、きちんと勉強しないと、全部自分の考えだけで済んでしまうので、登場人物が、その、全員自分の分身になってしまうと、物語に対立すると生まれないからね。えー、それから、あと、編集力っていうものが挙げられているんだけれど、これに関して言うと、 これは、自分の作品の評価っていうのは極めて難しいので、これデビューしてからあの担当の編集者についてもらうとか、あのうん、編集力に関して言うとお、ま、デビュー前の人は自分の作品の客観評価ってできないもんだと思ってください。えー だから、ま、小説講座に通うかなんか小説講座に通うのが一番いいかな。あ何本か書けたら小説講座に通うっていうのが一番間違いないです。で、えー、そうね、なろうや書く読むの方が、初めて書くという人にとっては敷居が低いかもしれない。えー ただ、ナロや書く読むで、その書いたら、その小説投稿サイトで書いたらすぐに反応があるっていう習慣をつけてしまうと、誰にも読まれない小説が書けなくなってしまうという、そういう問題が一つあるのでね。えー、だから、ナロや書く読むは、小説の新人賞の応募にとは、 かなりノウハウが違うというか、全く別物、ノウハウ的に全く別物だと思った方が間違いないです。うん。同じ小説を書くということでもね、映画俳優と舞台俳優ぐらいの違いがあります。どっちがどうという問題ではなくて、えっ、ー、と、ノウハウが違うということです。 で、一番やはり重要なのっていうのは、このプロジェクトの管理能力。これが一番重要だよなっていうのが、自分とこの小説講座をやってみたの実感です。あの、だいたい毎月月の前半に、えっと、うちの小説講座っていうのは、その作品公表って2段階あるんですよ。えー、まず最初の段階作品、書いてもらった作品をおまあ、 僕は読んで、で、評価シートを送って、で、次の作品書きましょうねっていうような話をします。で、評価シートは大体こんな評価だよっていうことで、ざっとした。まあ、あのー、いわゆる、その、評価シートって、その、評価シートのひな形がよく、その、評価、小説、評価シート、画像で、 その、検索かけてみると、評価シートの見本って一般出てくると思います。ええー、で、僕も自分の講座で評価シート方式を導入するときに、一通りそういうのってのは、目を通してみたんだけど、ええー、こう、要は、編集部から書かれる、出される評価シートって、ええー、新人賞の応募には役に立たないです。 うん、なぜかというと、評価が、あの、全体の評価が高すぎるので、えっ、ー、と、予選を通った人が注意すべき点について書かれた評価シートというのがほとんどなので、えー これ、なぜそういうかっていうと、評価シートって基本さ、編集部で作るのだけど、編集部って予選通ったものしか見てないから、そこそこのランクのものしか見てないからさ。ああ、っていうことなのよ。だからほら、何が書いてるかわかんない水準の作品に、オリジナリティも減ったくれもないんだよ。日本語がおかしいよとかさ、主語と述語が噛み合ってないよとかっていうようなところを、テーマがわ、 テーマのオリジナリティとかなんとかっていう問題ではなくてテーマがそもそもよく分かんねえよとか、えー、主人公のに魅力があるかどうかとかっていう以前に主人公が誰がわからないとかっていうことっていうのは、えー、ともう9割方そうです。9割方そう。で そこら辺のところで、えー、じゃあオリジナリティがどうのこうのという話をしても、これはもう、お的を外れたミスリードになってしまうよねっていうことで、まあ自分とこの講座では、まあ自分ところ用の鈴木喜一郎用の評価シートっていうのを作りました。うんで、その評価シートを見ての、お なんて評価。で、それから、ああ、それだけでは僕がほぼ一,あの一方通行になってしまうので、ええー、で、その、月一回の、リモートの、講座の時のリモートで、えっ、ー、と、何か人を決めて、で、まあ、質疑応答だとか、 こうそういうことをやっていきます。だで、大体この質疑応と、リモートでの質疑業とっていうのが、大体1ヶ月数で、えー、今一時的に、あの、受講生の数が多くなっているので、大体いい4人から5人っていうふうですよね。基本的に大体三人、三、えー、3人から4人ぐらいにしてます。 年間で大体いい35、6人。で、これはどういう基準で選んでるかというと、長編の執筆を、長編を書き上げた人を選んでます。なぜかというと、短編という短編小説はね、努力の余地がほとんどなく、うこう、直しましょうと言って、 言いようがないんだよ。早い話が。え長、ー、編の場合だと、ここだと,と、あの、登場人物うの、主人公の、うん、主人公のそのキャラクターの掘り下げが足らないよね、とか、こうやって掘り下げていくとカバーできるよね、とかって言うんだけれど、短編の場合だと、そういった努力の余地が、を入れる前に、 終わってしまう誰でもそこそこのものが書けてしまうのよ短編ってある程度のセオリーを踏んでしまうとで誰でもそこそこのものが書けるとなるとよっぽどあの突き抜けた着想力や発想力や比較力がないと難しいんだで長編だとねまだそこら辺のところはやりようがあるのでじゃあここをもうちょっと力入れてやっておこうかっていう まあそういうことができるので、長編を中心にやっていく。長編を書き上げた受講生を中心に人生していく。んだけど、うん、意外とこの長編,に長編を書き上げるというところまでたどり着ける受講生というのは結構数が少ないです。 それはなぜかというと、このプロジェクト管理能力でしくじるんだよね。つまり、その、息の長いプロジェクトであって、えっ、ー、と、スケジュール管理。つまり、1日何枚書くのかとか、デッドライン、いつまでに原稿を仕上げてしまうとか、うん、その遂行だとか、そういった時間の管理ができない。これはできないのは当たり前です。えっ、ー、と、 やったことがないわけだからあだからあ結構な割合で最初の一作そのすいません先生間に合わない,ないけども締め切りに間に合わないんですけどどうしたらいいでしょうかっていうようなあ泣きのメールが入ることがあるのでえまあその時には締め切りに間に合わなかった時には原稿を廃棄して新しいやつをもう一度書き直しましょうね 今回ので、そのスケジュール管理が甘かったっていうことが分かったわけだから、今度は確実に守れるスケジュールで原稿を書きましょうとおいうことを言います。えっ、ー、と、作品の質に関して言うと、デビュー前の新人は作品の質が低いのは当たり前です。ええー。作品の質は低いのは当たり前なので、で、で 何が守れるかって言ったら、いつまでに何枚書くかっていう分量に関しては、とりあえず、うん、デビュー前の新人でも守ることができる。だから、あその質はあ、分量は守りましょう。締め切りと枚数は守ろうねっていう、うん、まあそういう話をします、うん。で、まあその次にソーシャル月ツ給キツキだとか、 うん、まあ研究だとかっていうのが出てくるんだけどね。まあ,あもう一度おさらいをしていくとプロの小説家になるためのお必要なスキルの優先順位は一番重要なのはプロジェクト管理能力、A、2番目にソーシャルスキルうん3番目に読書と研究の習慣そんなに高くないよっていうのが文章力 ね、5番目に想像力、そして、えっ、ー、と、編集力は、まあ、デビューした後,した後に、まあ、決めましょうねっていう、そんな話です。ヤイスブックセンターの閉店に伴うフィナーレイベントに出演します。書き下ろし小説俳優によるその作品の朗読劇です。鈴木の出番は3月18日土曜の夕方、19日日曜昼間の2回です。 詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。積水に限りがあるのでお早めに。この番組へのお題皆様からのお便りご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。 エドガー・ランポ賞や横溝聖賞、大山の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、アッ Apple Podcast、Amazon Audible、 Amazon Music、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木貴一郎作家ラジオそんなところでではではでは。